珠玉の映像をご覧になってくれたようで本当にありがとうございます。お疲れ様でした。うん、愛してるね。軽く言うけどね、愛してるよ、うん、さて50歳になってしまったと。でもね、ミッチ、まあまだ10月24日、もうそろそろ終わりますけどもね、50代で一番若いミッチということで、なんかこう49歳よりも気分はこういいですね。なんかこうすっきりしたっていうか、さあ50代、張り切っていこう、輝いていこうというような気分でいます。皆さんに支えられて、愛し愛されて、こうして、おしゃべりできている、この、現実、この瞬間、今を生きる、ね、今を生きていこう、ね、共に、ロマンチックにいきましょう。はい、今年はまだまだですね、ドラマ、グランメゾン東京、撮影も、ありますし、それからアルバム制作、頑張ってます、そして、カウントダウンライブ、こちらゆくみっちくるみっち、ね、もう21回目ですよ。連続21年、何気に勤勉ですよね、働いて輝いて、もうみっちの名に恥じぬよう、活動していきたいと思います。魂を込めて皆さんに、届けたいなと。あらゆる作品、パフォーマンス、しかと見よう、ありがとう、また来年もね、ツアーきっとあると思います。まだ正式な発表はしないぞ、来年もしっかりツアー、もうこれで本当にデビュー以来ずっと24年、全国ツアー、まあ、勤勉ですね、仕事が好きなんだな、やっぱり、仕事が好きだし、ベイベーたち男子諸君が好きだし、そして自分が好きだね、ずっと自分を好きでいられるよう、努力精進してまいりたいと思います。それでは皆さん、チャオ、ミッチーでした。
は騒ぎます。